山梨県警は今、事故で遭難し、滑落したかもというのは山梨県警としての総意としての発表しておりませんので、だからまあ事故を 50%、事件 50% のうちの、もし、事件であれば、あと、事故であれば、これね、最短ルート大体一緒なんですよ。大体一緒になっちゃう。それは、人を含む動物が運んだと考えれば大体一緒になってしまうというね。いうところで、やりたいと思います。これはですね、当然、美咲さんの足跡らしきものが足跡じゃないとした場合は、もつばき沢というのは捜索の客観的データが全部あるので、要は、何もありませんでしたよ。美咲さんいませんでしたよ。美咲さんの足跡らしきものもありませんでしたよ。木の棒も、全く、消防団の、で、9月22日、失踪の翌日に入った後発隊の消防団が、ぶっ刺し、珍しとしてぶっ刺しましたよっていうのは、全部、嘘というか、ね。嘘というか、なんら、それが、要は、小倉美咲さん関係が何もなかったという、長田村長の言葉が完全に真実、逆に言えば、完全に真実だとするならば、その木の棒の話とか、漏れ伝ってきているやつが全て何にもないと、そんな話すらない。とにかく探したというデータの方しかないというのは、本当だとするならば、椿さんも関係ねえじゃん。ね、なら、登った登らないの話も一切関係ないの。女の子の足で登らなくても、事故として処理できるっていうか、仮定できる。事故として処理できるっていうのは警察がね、なんていうか、そこに事故としてご遺体があって、それを処理するみたいなイメージじゃないからね、ごめんね。ちょっと勘違いしないとね。処理って言っちゃダメか。事故として結論付ける判断をする。ね、ことが別に登らなくてもできますよって何回も言ってるわけ。だから、未だに登らないっていうことを、女の子は登らないからということを、ね、理由に事件派になってる人たちは全部クソっていう話をこれからしていきたいと思います。本日2024年の9月21日午後5時20分を待ってください。お心理科のお忘れしでございます。登らなくてももういいんです。事故だったとしても、ね。その、美咲さんの足跡らしいものが足跡じゃございませんでしたよっていう仮定すればもう楽なんです。楽っていうのはなんか、茶化してじゃなくて、統計学的に考えやすい。要は、ホラライさんと私はもうそこは足跡あっちゃうから、ね、信じられないけど登ったと考えるしかないですよねっていうところがスタートしてるわけ。だから、逆に言ったらば、ホラナイさんと私以外は、今のこの椿沢を考えない方がいいんですよ。なんでみんな事件派とか事故派って言ったとしても、そこのルートを考えるの。ね、足跡が足跡だと仮定した場合しか考える余地がないじゃん。ね、これずっと仕上げてきたんだけど、ね、2年前から言ってるのは、警察はその足跡らしいものは足跡じゃないですよって言ってくれれば、ね、もう楽なのよ。楽っていうか、ね、じゃあ、椿沢っていうのは、こっちがね、こちらっていうのは、行ったというルートにはならないんです。もうなり得ないでしょう。ね。ね。いや、真実はわかんない。真実は、言ってるのかもしれないけど、これ足跡じゃなくてもね、水平リーベースのやつが足跡じゃなくても、ね、捜索本部長にやって、消防団の足跡だと決めつけられたものが、ね、これかどうかわかんないけど、この辺にあったやつな足跡じゃなくても、ね、言ったかもしれないよ。真実としてね。だけど、我々っていうのは何の情報もないわけでしょ。警察って何の情報もないわけ。だから、その時にそれを、かたくなにここのことを考えたら変でしょって。だから山を登ったと考え、山を登って見つかったところまで降りていったと考える方が不自然だと。で、この話を多分未だに事件話してるか、知らないよ。これですか？で、事故派は真面目に検討するから、この情報を、客観的な情報を寄せ集めてきてるんで、ね、こっちが誰な、どういう形でどういうふうにやってるのかで、情報来た、例えば自衛隊の情報とかしてるんですけど、それとリンクするのか、ね、立教大学教授の室田次郎さんが残しているツイッターのやつと、例えば、ね、自衛隊はここも林道終点までしか来ませんでしたって立教大学の室田次郎さん残してるんですけど、そういう命令が出てたんです。
そういう命令が自衛隊に出ていましたよというのは、自衛隊関係者が私に来てる。ね。これ奥に進んじゃいけないですよ。自衛隊のローラーやる人たち。ね。だからそれも私は自衛隊法違反じゃないのっつってんの。ね。90時間後に入って、ね。普通であればここまで何人もみんな来てるわけだから、X 分団の分団長ね。道志村の X 分団の分団長としては、9月22日失踪翌日に、ここに100人から200人入れたっつってんの。ね。それは、私は嘘だと思いますけど、嘘つか。盛りすぎだと思いますけど、ね。盛りすぎだと思います。その日、一日でピンポイントで入れたというようなイメージだから、だってここは23日にここで GPS データ付きの写真が撮られてるわけだから。ね。じゃあ22日でしょ ?23 日早朝にその写真が撮られてるんで、22日には、ここに入れてるわけでしょ。で、村田立教大学の村田次郎さんという人は、ね。25とか26とかなのよ。ね。それよりも3日も4日も後なの。で、3日も4日も後に入ってきてるのは自衛隊。だから村田次郎さんがすごい初期に入ってるという勘違いをしてるんでしょ、みんな。じゃあ村田次郎さんは、もうほぼ、かなり遅れてから入ってくるから、ほぼ具体を探すようなイメージになっちゃってるの。いや、本人たちは、ね、一生懸命自衛隊も生きている美咲さんを探そうと思ってるんだけど、その時にもう50時間、じゃあ90時間も経ってからここに来てるんだったら、ここで今美咲さんが見つかったらそれは、あれでしょね。まあ美咲さんを手掛かりやったらまだいいけど、美咲さんが見つかったならば、それもう具体でしょ、ほぼ。90時間経ってんだから。ね。寒い夜を何回も何日もやってるってことでしょ。ね、ご遺体でしょ。だから、村田次郎さんも申し訳ないけど、陸上で攻めてるわけじゃないよ。尊敬します。自衛隊の方も、村田次郎さんも、アルグさんも、このアルグさんという人も、この、ね、だいぶこっちに行ってます。水平リベさんも、水平リベさんといった二人の方、漁師さんとか、もう尊敬しますが、ね、その時には、事故であれば、もうすでにお亡くなりになってて、しかもここ何人も入って、ね、何人も入っていないんでしょう、ね。そこでもし見つかったならば、それも事件じゃ、ね。何人も前にいて、村田次郎さんがここでもし発見したら、それは事件なんですよ、逆に言ったら。だってそれまでに何人も入ってんだから。わかりますか?だから、自衛隊がここまでしか行かなくて文句言ってる方がおかしい。そもそもここに、すら林道終点に、すら入ってる方が変じゃないですか。自衛隊法上は変じゃないんですかって村田次郎さんぐらいの大学の教授さんであれば思わないといけないんです。わかりますか?だってキャンプ場ここだよ。キャンプ直後だよ。90時間後に来て、ここまでで帰るつので怒ってんだよ。怒ってるつか。で、なんで30やらないの?つばくしたとこれやらないのって言ってるわけでしょ?ね。自衛隊はご遺体を探すために派遣されたんじゃないです。遭難したという事故の財前ってのものに派遣されてるはずなんです。ね。だから、ここをここまでして、ね、ご遺体探しのような、ここまでしてやってるのもご遺体も探してないってこと。ね、ございますか?ご遺体すら探せないと、で、ここは消防団が何日も前に入ってんでしょ ?100 から200ね。ご遺体ですら自衛隊を使ってないってこと、ご遺体探しですよね。だからパフォーマンス捜索、だって2年前から何とも言ってるわけね。じゃあ、まあ、いいとして、ね、ここはいいでしょ、もう考える人ないって。ところこの山登った、とか、バリルート登ったとかって、かまってる人たちがおかしいの。頭おかしいの。事件肌だろうが、事故肌だろうが、もう頭おかしいんですよ。ね、その仕掛けをしてきたの、私は2年間もかけて。わかりますか?ね、もう足跡じゃないとするならば、このバリルートも何も考える方がおかしいんだって。ね。だから警察がここをご案内してるということは、足跡を意識している可能性はあるよ。身分ね。ね。で、まあいいんだけど、これだって事件だろう、事故であろうは、ね、南の森を出て左に行きました。そして右、ね、橋の手前で引き返して右側に行きました。そしてこれまっすぐ行きました。坂の上まで行きました。ね。坂の上からは、車でしか捜索してないはずでしょ、初期のね。坂の上で、ご事件だったとするならば、ここら辺で、やられた可能性があります。赤丸付近が殺丸現場の可能性があります。もしくは一体一時的な監禁の可能性があります。お?いや、このわずかなね、ところで車に乗せたら逆に目立つでしょう。ね。何人も複数犯じゃないと怪しいでしょう。ね。だから私は言った通りに、ね、連れてってあげるみたいな形で、ね、囁くまないと、無理あげぜ。だったらここまで連れて行った方がいいです。一緒に歩いて行って。ね、誰も目撃者がいないと一緒に歩いて行って、車両を使う方が変だっつって。え?わかりますか?で、ここで、
殺丸して、その日の夜に、ここまで運んだ。ね、ここまで運んだ。いいでしょう。それで終わりでしょう。事件であれば、だいたいこんな感じで終わりでしょう。ね、それのバリエーションな、何パターンがあるかわかんないけど、最短ルートこれでしょう。で、この、アーカンが、ね、美咲さんが、生きていた時に乗せ、ね。これが、まあ別に車使ってもいいですよ。アーカンが、この200メートルくらいのやつを、奇跡でしょ。で、お亡くなりになってからは、青。で、お亡くなりになってからは、青。で、青丸が、遺棄された現場。ね。あとは、山中に、人を含む動物がバラバラにして、やったとかもある。初期でもいいし、初期じゃなかったらバラバラにして、初期じゃないっていうのは、もう24時間とか24、48時間とかね。ね。自衛隊とかがローラーする、ね。ローラーする前にやってたとしても大丈夫、ここは。ね、ローラーはここまでしかやってないから、おそらくこの辺までしかね。ね、そういう命令が出てる。じゃあ、これもし、事故だとするならば、この辺まで行って、例えば、アース地球児さんの お得意の、ね、私はないと思いますけど、10枚ね、10枚もしくは、罠とか、もしくは、誤射、でも何でもいいですけど、そういうね、事故からの事件みたいな、ものに巻き込まれた場合でも、こっから、ね、こっから90個をローラーする、死に来るの、ものすごく時間かかるから、ね、で、なんで、カルサバは行ったっていうね、そういう客観的データがないんですから、今のところね、一切。今のところこっちはいっぱいあるんだけど、こっちは一切ないから、ね、その嘘ついてる人は、嘘ついてる可能性がある。もう、そもそもが。じゃあ、ここを探したというのは、その証拠を見せて、ね。みんな、こっちはいっぱい出てきてるよ。いっぱい出てきてる。アルグさんの映像だったり、ね、水平リベースの写真だったり、水平リベースの写真に、を見てきた人の、GPS データだったり、ね、村田次郎さんの、その、ツイッターだったり、ね、あと、自衛隊の動きだったり、自衛隊関係者の、話で、ここのやつは来てる。もう、このやつは来てるけど、こっち側はないよ。ゼロだよ。ね、今のところ、探しましたっていうやつしかないんだよ。ね、客観的に写真とか、GPS データとか、動画とか一切ない。ね。誰かが持ってたとしても、我々の目には2年間一切ない。こっちはある。だから、ここって別に山登って、登ってないから、この辺の脇で、お亡くなりにな、遭難して、事故で遭難して、もしかすると、オオスズメバチとかに刺されてお亡くなりになったとするじゃないですか。ね。そこから人を含む、動物な、まあ、熊だったら熊を含むとかね、な、ここまで運んだと考えれば、ね、ここでお亡くなりになってもおかしくないでしょ。だから登る必要はないのよ、もう。事故波は登ったとか、もう左右も、もう極端関係ない。右に行ってもいいし、左に行ってもいいでしょ。これだったら、ね、いきなり右に行ってもいいですし、左に行ってから、振り返ってそのまま戻ってもいいですし、ね。どっちでもいいでしょ？事故の場合。ね。こっち、警察犬の情報が本当でもいいわけでしょ？反応なし。南の森は反応なしってか、浦美関さんのお母様と見られる方のメモが残ってるんで、南の森ですら反応なしってことは警察犬はもうそもそも終えてないんだけど。だから要は警察犬の情報自体が信憑性が下がってんだけど、ね。そういう信憑性が下がっているのを周りから見ている60ぐらいの認知症のおじさんの話をみんな信じてるわけでしょ？二択なんで、匂いを失ったか失ってないかの二択なんで、失ったバージョンだこれね。ね。じゃあ失ってないバージョンはこっちまで行ったってことでしょ？ね。ね。別にこっちまで行ったと、橋を渡ったとしても危なって戻ってきた可能性あるじゃん。どっちでもいい。二択でも何でも。ね。で、こっち側はもう初期の段階から行ってるんでしょ？ね。で、次の日にはもう、でも、人を入れてるわけでしょ。じゃ、考える必要ないでしょってここ。つばきさんに誇張ある必要ないでしょ。自己派でも。ね。自己派。ね。オメガさんという人は、低体温で、お亡くなりになったって言ってるわけでしょ。ね。だから、低体温だとするならば、この辺のどっかでいいんじゃないの。この辺のどっかで、ね、動けないような状態になっちゃったから、ね。低体温。それが事故かもしれない。事件かもしれないでしょ。ね。ルートとか、その事故のルート、要は、事件のルートを、なんでみんなこの最短、これ歩いていても40分だよ。多分子供の足でも40分。ここまでだったら多分10分ぐらいできちゃうよ。多分登らないから。ほぼ登らないからさ、坂っつっても、まあ大した坂じゃないから。ここまでだったら、小村美咲さんの足でも10分ぐらいだよ。ね。
わへます。直線距離で600メートルから、直線距離で600メートルで、こっからもう山登りはあるけれども、ね。いや、こっち、こっちを考える、全然楽勝だ、な、登ってるって感覚が、ほぼないでしょ、ここら辺。ね。そしてましてや、ね。もう動物を含む、あ、なんか、あ、ええ、あれなっちゃったな。動物を含む、その、で、あ、人、動物を見て、人を含む動物が、関与してるというふうに、想定したならば、事故であろうが、事故で、あ、事件であろうが、ね。どこでお亡くなりになっても、ここまで、ね、生きされたつか、持ってこられたと考えれば、別に、なんら、それを指定するものがないでしょ、今のところ。ね。だから、一番確率論的には高いですよ、これは。だって、指定する材料がないんだもん。ね。ね。ここに関しては、ね。あ、それ違いますよって指定するやつがないんだよ。こっちは指定される材料もいっぱいあるわけ。登ってないとか、ね。そもそもあんだけ行って出たとかあるのに、なんで、ないんですかって話になるからね。こっちはね、あんだけ行ったってやつな、裏が取れてないの。むしろ、ね。自衛隊関係者のルールは多分この辺で終わってるだろうし、それと裏付けそうな捜索マップみたいなのもあるしね。ここ、丸印やってるでしょ。これ、丸印は何なの。一つは探しましたよって言ったら探しましたよって丸つけたやつら怪しいでしょ。ね、そこに隠してる可能性があるのか。そこに位置して隠してる、美咲さんを隠してる可能性あるのから、探しましたよって言っているやつらは悪い。で、探してませんよだったら探してないんですね、でしょ。で、探しに行ったってね、もう行きたいてれば、ね、応答、呼びかけにも応答されない。ね、しかも一週間もいればバラバラにされる可能性ってあるわけ。野生鳥獣がいるという、ね、いるんだから、ね、いないんであれば防獣ゲート作るわけねえでしょ、ね、とくる。ね、仮装した、あれなんですか、防獣ゲートを作ってやるの。だから、ね、それは、だから、獣の10害がお亡くなりになってから10害にあってんのか、お亡くなりになる前に10害が あったのかわからないわけでしょ。ね、どちらのパターンだってあるわけ。ね、それな、事故とした扱うのが、事件とした扱うのがちょっと別だとしても、事件だろうが事故だろうが、このルート、このね、このルートな、一番最短でしょって。しかもこれってな、登らなくてもいいルートだ。What has か？ね、登ろうとしなくていいわけ。ね、これを、ね、これとととととって行くことありますかさ、あるでしょ、普通に考えて。現地に行ってみて、普通にここまで、絶対ここに来ないと思わない。だって、思わないから、思うから、来たかもしれませんねと思ってるからみんな探してんでしょ。ね、で、おそらく坂の上からここは車でしか行ってないでしょ。もう手動で。ね、初動でこう車しか行ってないわけでしょ。ってことは、脇にちょっとずれてたりとかしたら、もう見つからないわけ。ね。で、あとは久保の家でね、家でもし事件だとするならば、この家の中に、いた、別荘の中かわからないけど、そこにいたとするならば見つからないわけ。ね。ここまでは美咲ちゃんはつてしてるかもしれないんだけど、ね。来る、家の中から、私ここよとかつってでもね、ね、ね、遮られている可能性があるわけ。ね、そもそもは、口とか。だから事件だろうが事故であろうが、このルートを指定するものは一切ない。で、逆に言ってならば、この椿沢系は指定するデータがあるってこと。じゃあ、その否定するデータがあるのになんで、最初こっちみんなやってかつらむってら、そうなんしそうだからでしょ、みんな。ね、そうなんしそうだから、ね、我々考察する人じゃなくて、そもそもボランティアで入ってる人たちもみんなこっち行ってんだから。で、消防団だってこっち行ってんだから、ね。消防団だってこっち100から200入れたわけでしょ、次の日ね。なぜこっちはそうなんしそうだからでしょ、ね。そして、そのところに、美咲さんのような、悟らしきものがあって、それな、消防関係者に展開したよって言ったらば、ね、確かに捜索本部上では展開されていた。消防団のアシャトとして展開されてたわけでしょ？ね、ここの写真かどうかわかんないけど、ね、遺留者、失踪者のアシャトだと見られるようなものがあったが、それは消防団のアシャトでしたよという話が展開されてる。あれですか？その話が展開されてるっていうことはね。こっちは何かあったわけ、最初。なら、その情報があって、それを否定する情報が流れてから、さ、それは、ね、思想者のやつじゃないんだで、ちゃんちゃんで終わるわけ。ね。なら、後から入ってきて、人たちはそんな、そうすか、本部上にはそんな話はなかった。もうそれは消えてるんだから。ね。科学的、そういう、あれ、調査をしないで、美咲さんの足跡ではないってやったわけだから。
ね。で、そしてそれが、美咲さんの足跡じゃなければ、ね、こっち頑張る必要ないでしょって。こっち考える方がおかしいって、椿さんから、ね、ボタン、バリルートとかね、これ考える方がおかしいなって。だから、ある時から私はルートに興味がないって言うんですわ。去年も行った時も、ルートに興味ないからこっちへ行ってないの。ね。途中までは行ったけど、あともう行く気ないのよ。ね。車を走らせた感覚で、感覚で、この Y 字療法上まで行ったの、その上まで行った、小倉美咲さんの、多分お母様は多分違うと思いますけど、グループのパパ友達がここ車で捜索したかどうかを知りたくて車を走らせて、走らせた結果、ここを車では行ってないな、と。終わりますか？ここの椿沢は、ね、おそらく歩いて捜索したよ。多分ね。多分、車の方が遅くなるし、危険だから。暗いしね、危険だから頭歩いて捜索したと思う、久保。そういうことを言ったならば、オメガが、ね、その感想を指定してきたよ。ね。現地に行ったマウンド取るなって言い始めたな。だから、その感想を指定してきたから、感想をなんで指定するのって。そもそも林道は、オメガは、運転したことあるのかと。ね。しかもそれ、ただの林道じゃないよ、ここ。ね。結構枯れてるよ。枯れた林道だから、かなり気をつけないでます。ね。そんな整備されてないんですよ、ここの林道ね。ね。重機がもう1年間に何回か入ってるようなところじゃない。ね。だから、車でやるよりも、ただだって走った方が早いって、これは。こっちも。だから、ここは同じことあるよ。ここでの車に乗っけるって人の感覚が なくなったのよ。現地に行って。このサハバとかそういう状態を見てね。そして、なぜかしらないか、坂の上の先は車で捜索したって言ってるでしょ。おそらく、ここの林道はそう、車で捜索したんだよ、多分。ここずっとね。ここ、多分ここ、ここは車で行ってんだ、ここ。ね、こっちと違うからね、若干。こっちの方がまだ若干いいよ。だけど、まあ、こっちもそんなに、整備された道ではないはず。その当時に。だからこれ、ね、ここ行ったわけでしょ。だから脇に、ちょっとでも脇にいれば、それ事件であろうも事故であろうも脇にいれば、それは、ね、窓を開けて岬って言ってたとしても、あっちは気づいたとしても、声が上げられない状態だったら、もうそれは見つからないからね。この林道にいなければ、ね。終わりますか。だから、車両を使ったって、どこを同様に車両を使ったかって考えるのにあたって、現地で実際に運転してみればいいんですよ、フォイサーチ。ね。現地に行って実際に運転してみれば、だから、不死穴とかってのは、ね、あれでしょ？誰かの車に乗っけられていたわけでしょ？だから自分で運転してないから免許のことがわかんないけど、ね。だからそういう、考察なんてできないんですよ。そもそもな、ね。だから、ね、ここを運転して行ったことがあるんだったら、そういう頭にならない。そもそも、ね、その運転するより走ってった方が、車も走る方が早いよ。だから、美咲ちゃんとかだと小走りで飛ぶぞ、つって、みんなどこみたいな感じで行く方が早いからね。ここ多分ね、7歳児でも、おそらく、こっちも、こちらの椿さん、ね。ね。それを悠長に大人たちが車で探すわけないし、もし車で探すとするならば、ね、この道路をずっと行っちゃったかもっていうことで、ね、この遠くのところはこう全部車で行ってる可能性あるね。で、この家とかそういうところは、下の方の家でしょ？次の日行ったわけでしょ？ってことは、ここのところには多分行ってないの。ここの別荘が8棟ぐらいには、その当時行ってないから多分ですけど、怪しんでると思います。小倉美咲さんのグループとか、その人たちもここを怪しんでると思うんです。だって怪しいもんから。怪しくないっていう方が怪しいから、ここは絶対怪しくないんですって言ってるやつも怪しいんだから。ね。怪しくないというデータはないんです、ここは。No。なんで左とか右とかの情報隠したと思うんだよ、これ。ね。もう事件であれば、それも重要だと来るから、ここの家なのか、こっちの家なのか、ね。こっちは、ね。どこで、ここの家か、もしくは、これ家マークないけど、ここにあるでしょ、確か家が。ね。ちょっと、あんまり、ね、立派じゃないって言ったらばですけど、藪の中に隠れた家と、あとこっちにも集落あるでしょ、ね。どこのおじさんの話してるのかわかんないけど、私はここのおじさんの話してると思うけどね。だから、左側に橋を渡っていったという頭はないと思いますよ。多分、ほとんどの人が。ね。多分ないんですよ。だから、右に行ったと考えればいいんじゃないの。だから、警察犬のデマの情報は、ね、私は60歳ぐらいの、その認知症の人を、の話をね、信じて、流れている情報を信じるのは、どうかと思うけど、結果、
結果その警察犬が猟を失ったと同じパターンにならない。あ、言ってみればいいんですか。2択だから、ね、2分の1だから、警察犬の情報がデマかもしれないんだけど、2択だから、ね、丸か×かだから、だから、丸か×かで会っちゃったんじゃねえの。これ、ね、見に行ってるんじゃないの？え？終わりますか？ね、で、行くんじゃない？いや、これ、もしこれ、美咲さんのこと、こっちが足跡だったら、ここは、警察犬が反応なしっていうやつでしょ？南の森で反応なし、橋で反応なしでしょ？ね、だから、南の森で反応なしってのは変でしょ？だって、南の森にいたわけだから、それで反応しないわけがないから、反応なしっていうのは、ね、一旦匂いは感知してるけど、それを終えるだけの、その、そういう、なんていうか、匂いというか、その訓練上を終えるような状態ではない。要は、警察犬の情報は、信憑性に値しないという、多分コメントを出したんじゃないの？反応なしじゃね。ということは、渡ったと考えればいいんじゃない？その時はね。その時は、な、美咲さんの足跡だったら、渡ったと考えてこっちに行ったんじゃないの？ね。で、だからそれを、考察できるのは、ね、ホランバイさんと私しかいないはずなんですよ、今のところ。ね、もうこんだけ、美咲さんの足跡を、99% 足跡だって言って、大前提に考察してきた。ね、人たちしか、この二人しか言っちゃいけないんです。こっちは、椿沢のルートは検討しちゃいけないの。ね。だそれをヤオヤの長兵衛さんとかに、トーマスに言ってる、ヤオヤの長兵衛さんのここ、ね、どこを登ったんだと登りやすいところどうかって言ってるけど、その在年生として足跡は足跡でしたよっていうふうに信じているんであれば、ね、どこでも登ったとするしかないでしょっていう話だから。わかりますか？だから、守る仕事担当とかでね、いや、なおの野郎とか言っちゃうときにね、じゃあ、足跡じゃないとするならば、そんな考察なんて意味ないよと思ってたわけ。私はね、やおやの長兵衛さんも含め、残念ながら、足跡じゃないんだという、ここのデータいっぱいあるんだから、それね、ね、真実としてはここ言ってるかもしれないんだけど、それを証明できるものは何も残ってないでしょ。それこそ、恐れ班長の何もなかったでしょ。ね。だから、こっちを、やること自体が変なの。だから、ね、足跡らしきものを全面に打ち出して仕掛けをしていった時に警察の捜査してこれは関係事件とは関係ありませんでした、失踪者の小倉美咲さんの足跡とは違うと思いますよという発表出たらこっち考えなくていいじゃん。だから最初はこれがあって何もなかったわけじゃなくてこれなったんでしょっていうことで、じゃあしょうがないからこっちあんま登ったとは考えるしかないでしょって信じられないけどね。ね。だから言ってたわけよ。で、ルートなんて、で、極端面だから、これ面でしょ？ね、行けないところは行けないし、行けるところは行けるわけでしょ？だから、そこじゃ何らかのものがあったね、なんと、医療物とかが、なんか見つかって我々に情報が来るんだったら、来るんだったら、それから考察できるけど、考察できないじゃん。そもそもね。だから、ここのルートを考察する意味がないっていうふうに、去年のその行く前から思ってたわけ。で、ホラマイさんとかな、こっちに行ってみてみたいなことを言ってたけど、行く気なかった。私はここを運転してただけ。運転してどんな林道って言ないんでした。だからね、この辺だったかな、蓋外れてるところで、あと戻ってるよ。終点まで行ってない。蓋外れてて、それもね、別に一越して行けたんだけど、もう興味はない。ほぼ興味はないから。あともう帰ってね。ここね。ここ。ね。そうな。だから、もうこっち側しか興味ないの。ね。こっちここしか興味ないの。ね。ここしか興味ない。で、ここは大挫折と斜面から何かな見つかった説を持っていったけど、ね。アプローチが長すぎるので、ね。斜面から何かを見つかったとするならば、それは動物が運んだ、人を含む動物が運んだと考えればいいんじゃないかっていうふうに今思って、足跡じゃなかったらね、ここ足跡じゃなかったら、ね、足跡だったら信じられないけど、ここまでアプローチしてきたと考えるしかないでしょ。小倉美咲さんがここまで下ってきたと考えるしかないでしょ。だから、小倉美咲さんのお母様と、ラーメン屋風の、元警察官がここから捨てたところから、さらに100か200か分ないけど、ね、ずっと苦労しながら下ってきたというふうに考えるしかないわけ。で、その下れるくらい中では下れませんから、失敗するので、くらい中で、下ろうとしたならば失敗するので、おそらく、明るくなってから、あるところを多分、おねば大丈夫だと思うけど、この、アプローチのところは、ある程度明るくなってから、食らったと思いますよ。相当の時間歩き続けていた可能性もあるわけ。もし足跡だったらね、これが。私は 99% 足跡だと信じてるから、それなんだけど、足跡じゃないバージョンは、非常に単純、簡単。
ね。で、どっちかっていうと、シャトじゃないか、トラモン完全に、事件じゃないって思ってる。私はね、あ、シャトじゃなくてもう事件でしょってこれ。ね、ここでしょ。ここの別荘群でしょ。別荘群が家の下地じゃない？ね。って思いますよ、普通に。ね。じゃあ、ね、それ、あ、これ、じゃあ、すごい関係ないんですって言ったら、じゃあ、あれって言ったんじゃない？ね。で、何らかのきっかけで、このリンドからそれたところで、ね。お亡くなりになった、もしくは、応答できない状態になった。ね。そして、それから、運ばれたと。ね。運ばれたと。人を含む動物へ運ばれたと考えればいいんじゃない？それは、事故からの事件かもしれないし、事件からの事件かもしれないし、事故で、そのまま、10倍に、お亡くなりになった、もしくは、儲けない状態で10倍にあって、バラバラになったっていうふうに考えればいいんじゃない？で、自衛隊は、ノーラーをこの辺までしかしてませんから、ね。そして初動の時も車で行ったっていうふうに私は見てますから、車でここ、ね、その日の当日に行ってると考えてますから、左を中心にやってますから、おそらくね。ここは車で一回行きますよって。その日の夜に、夜つか、その日に失踪して、まだ明るいうちかもしれないけど行きましたよって言ったら、ね。ここを見る人っていうのは、ね、この林道しか見ないから、なぜか。ね、ここと靴橋さんと同じ現象が起きるはずだから、ね、村田ゼロさんという立教大学を出た頭のいい人ですら、ね、その前にどれどういう捜索が行われてきたかっていうのを、ね、ちゃんと確認しないと多分確認できないんだけど、教えてくれないと可能性があるんだけどね、確認しないで、いつかここにここ入っていってるんだから、で、自衛隊がここまでしか来てないって言ってるわけだから、ね、村田ゼロさんからしてみれば、なんでここまでしか来なかったのかっていう、多分頭になってるわけでしょ、ね、それと同じで、多分ここを探した人っていうのは、この林道から、岬行っちゃ半ぐらいだよ。やったとしても、それから、まあ、ここでたら大事な滝100メートルぐらい、入って100メートルぐらいでしょ。ってことは、ここやってないんだって、ね、ここやったのはかなり後じゃないの。だから後から出てきたんじゃない？私は。そう思ってますよ。後から、ね、事件か事故か分からない状態で、何らかのもの物を見つけちゃった人がいるんじゃないですか？ね、地元の人で、ここの林道の、山林の所有者とか、ね、所有者いっぱいいますからね、ここ。いっぱい複数人いますから、誰かの来て、無料とかで来て、ね、見つけちゃったんじゃない？ね、その時には事件か事故か分からないから、どうしようってなったんじゃない？なったんじゃない？そしたならば、ね、ここから出ましたって、やるしかないね。警察に見つけてもらうしかないんだから。自然な句ですよね。ね。出なければ、で、現地行ってみてください、ここに。頭の骨のかけらの一部が、ね、そんな簡単に見つけられないって、みんな、ね、ここで見つけられないって、特に。ね。だから林道にあるんだったらまだわかるよ。林道にポロッと落ちてるんだったらわかるよ。そして頭の骨のかけらの一部が、ね、見つかったから、ね、ここを、わかる。多分ね、もう、とっくにわかってたんだっていないんだから、捜査の人たちが。捜査、世間に捜査してます、捜査してますって言ってる時にはもう捜査の人たちいないと、撤収が守るのはあったけど、ね、ね、まさか多分誰も来ると思ってないから、規制線張ってるからね、この辺に規制線張ってるから、どれも来ると思ってないから、ここにペットボトルとか、普通化してるんです、スコップとかね、ね、スコップとか普通化しててくれてるわけでしょ、ね、ってことはもう、あらかじめもう出してるんだ。もうそれ。ね、ヘリコプターから取らせてるんだ。普通であればヘリコプターで撮った後に、ね、ここが解除されてから、メディアを入れてここにはご案内するはずでしょ？ここにご案内してないのよ。誰も。ね、誰をご案内したかというと、美咲さんのお母様とかそういう人だけをわざとご案内したと思ってもらえますよね。わざとご案内してんの。自由にいろいろ言えるから、美咲さんのお母さん。ね、で、美咲さんのお母様はご案内した。から、事件でも捜査してますから、これは公開しないでくださいよ。つったら、上野美咲さんの捜査課ホームページ上に、ね、この場所は公開できない。公開はできないけれども、ね、その、ご案内されたやつを乗っけちゃった。わかりますか？上野美咲さんのお母様はこれ乗っけた、ね、乗っけてって言われたかどうかわかんないけど、乗っけちゃったのよ。ザ・ノンフィクションの前に乗っけちゃったのよ。それは私見ちゃったんですよ。見たから、山梨県警が変なことしてるってのはわかるわけ。ね。こう、滑落したと、
した場合にこっからご案内したんでしょ。じゃあそのこっからご案内した理由は何かあるはずでしょ。だってそもそもが村美咲さんのお母様はこれ左に行ったっつってるわけでしょ。そして警察犬は反応なしっつってるわけでしょね。そして一番のテレビではこのところで匂いを失ったと言ってるのに、なんでこっからご案内するのね。その間どうやって行ったんですかってね。それは何か言ってるの村美咲さんのお母様にね。ね、それぞれだったら普通にこっから行ってこう行ってこっから行ってこの辺でお亡くなりになったと思いますでいいじゃん。ね、で、そうするとみんな、ね、これは確かに登ってないよ。この辺で、例えばお亡くなりました。そこから頭の骨のかけらの一部が見つかったのはこの辺です。で、そこでお亡くなり、なりました。実はでもほとんど飲むのは、な、初期の段階で動物を逆に頭の骨のかけらの一部な動物が運んできたんじゃなくて、これ多分ね、いや動物が運んできてみんな見つけて欲しかったのかなっていうふうに思わせたわけでしょ。ね、ね、逆に言うことはできるわけ。警察としては。実はここでお亡くなりになったと警察さん見てます。ね。何らかの理由。例えば、そう、迷子になって、熊かなんかね、そういうものでお亡くなりになった。で、そして、自衛隊のローラーに入る、前の、例えば、48時間後ぐらいに、10枚ね、獣とかによって、残念ながら、逆にこっちに運ばれましたという説明をすれば、ね、これ事故だったとしても、事件だとしても50%で思うわけでしょ。それなぜか、バリルートを登らせたわけでしょ。ね。これ、ここっていうのは、警察が捜査に行くときに使った道なのよ。ね。私だったらこっちから、私がもし警察だったらこっちから行かせる。こっちの方が早いから。早いし、車止められるしもないに。車止められるし、早いから、こっちから行くわけ。ね。だから、このバリルートから入るへ取らせたでしょ。あれからもしかすると無作戦だったかもしれない。昨日の動画で5月10日の段階から怪しげな向きあったでしょ。顔を渡ってってか、和子さんちゃんと考えてね。川を渡ったっていう証言で、それ一回でしょ。川を渡ったっていうことはね、すでにこっちにいるってことだろ。南の森を出て、ね、橋を渡ったらね、もう一回渡らないといけないよな。橋を渡ってでしょ。ね。だから、二回行かないといけないの、これ。じゃあ、話は変じゃん。この場所まで行くときに、川を渡るポイントなんてないんですよ。ね。失踪したポイントから。ね。だから、橋を渡るポイントが一箇所、二箇所。ね。バリルートだったら二箇所。ね。林道集団区だったら三箇所。橋をね。で、さらに、小川はここで、渡らないといけない。ね。林道集団区を襲ったら、小川は一回だけ渡らないといけないの。そして、険しい道を、ね、渡って、登山道を下って、こう行かないといけないわけ。ね。登山道出てくるけど、登山道ってのは一瞬だけだろうね。ここだけだろう。ここを登る登山道ないから。ね。ということは、5月10日の段階も、美咲さんのものかもどうかも判断できないうちから、ね、バリルートご案内をできるぐらいの何らかのものを握ってるってことだよ。ということは、足跡の件も全部知ってた可能性ある。もう4月23日で、出す前から、ね、足跡の件も知っていたかもしれませんからね。いいですか？だから、口が裂けても、ね、足跡の件は地元民は言えない可能性があるから、もうすでに。ね。あれ、美咲さんの足跡だったんじゃねえのかって思って言ったかもしれないから、2年間ぐらい。ね。なんでそういうふうに思うかって言ったら、ここで誰か見つけたったんじゃねえのもう。ね。そろそろこの木切り出すようなことなんだから、こう。木切り出す準備してんだから。ね。人入ってんだから。見つけたんじゃないのここで。ね。は、ありますか？この頭の骨のかけらの一部を見つけたあたりの、ところに人も入ってんだから、ね。そして、その頭の骨のかけらの一部というのは、ここ改修工事やってから出てきてるわけでしょ？ね。ね。はい、以上です。